マイク・ジョーンズは、アメリカの男性プロボクサー。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。元、ナブフ、北米並びに、ナバ北米並びに、WBC アメリカ大陸ベルター級王者。アウトボクシングを主体にした選手。シングルファザーであり、ボクシングで食べていけるようになるまでは、アメリカのホームセンターのザ・ホームデポに勤務していた。年月日、ジョーンズは、 地元フィラデルフィアでデビューを果たし2回48秒 TKO 勝ちで白星でデビューを飾った。2007年5月4日、7戦目で MGM グランドガーデンアリーナでギルベルト・ゲバラと対戦し、初回2分46秒 TKO 勝ち。2008年8月29日、ジュリアノ・ラモスとナバ北米ウェルター級王座決定戦を行い6回1分12秒 TKO 勝ちで、 大座獲得に成功した。2009年3月6日、ダイロエサラスと対戦し2回1分56秒小勝ちで、初防衛に成功した。2009年8月8日、レニンはアローヨと対戦し10回3から0の、判定勝ちで2度目の防衛に成功した。2010年2月27日、ヘンリー・ブルセレスと対戦し10回3から0の、判定勝ちで3度目の防衛に成功した。 2010年4月17日、ニュージャージー州アトランティックシティのボードウォークホールで、タフで鳴らすヘクタームニョスとナボ北米ウェルター級王座、決定戦を行い5回2分3秒 TK を勝ちで、ナバ王座は4度目、ナボ王座獲得に成功した。2010年7月9日、ルビング・ガルシアと対戦し5回1分22秒小勝ちで、ナボ王座は初、ナバ王座は5度目の防衛に成功した。 2010年11月13日、カウボーイズスタジアムで、マニー・パッキャオ VS ・ジョシュア・クロッティの前座で、ヘッス・ソト・カラスと WBC、アメリカ大陸ウェルター級王座決定戦を行ったが、ジョーンズは、キャリア初の苦戦を演じ激闘をソト・カラスのパンチを、前に、距離をうまく取れなかった。12回2から0の判定勝ちで、 WBC アメリカ大陸王座獲得に成功と同時にナボ王座は2度目、ナバ王座は6度目の防衛に成功した。2011年2月19日、マンダレーベイイベントセンターでヘッスソトカラスと再戦するも前回同様に苦戦し、12回3から0の判定勝ちで WBC アメリカ大陸王座は初、ナボ王座は3度目、ナバ王座は7度目の防衛に成功した。 2011年12月3日、マディソンスクエアガーデンで、セバスチャン・アンドレス・スルジャンと対戦し12回3から0の判定勝ちで、ナボ王座は4度目、ナバ王座は8度目の防衛と、IBF 世界ウェルター級王者アンドレ・ベルトへの挑戦権獲得に成功した。2012年6月9日、MGM グランドガーデンアリーナで、マニー・パッキャオ VS ティモシー。 ブラッドリーの前座で登場。元 WBO 世界スーパーライト級王者並びに WBA 世界ウェルター級暫定王者のランドールベイリーと対戦。試合前の全評判は圧倒的にジョーンズが有利の競馬評だった。最初の2ラウンドはベイリーのパワーに押されるが3回以降はベイリーのパワーを殺しながらアウトボクシングで有利に試合を運んだ。 しかし10回に、ここで勝つしかなくなった、ベイリーのワンツーストレートでジョーンズはダウンを奪われ、流れがジョーンズの劣勢に一気に傾いた。それでも10回終了時のスコアは3から0で、ジョーンズの大量リードであったが、11回、ベイリーの右アッパーをもらってダウン。起き上がろうとするが、ふらついたところで、リフェリーがそのままストップ。キャリア初黒星となる十一回二分十二秒小負けを、 キッシュゲ馬評有利の期待を裏切る形で、王座獲得に失敗した。その後は、プロモーターの確執や、次々にトレーナーを変えたことでブランクを作る。その間に、村田良太のスパーリングパートナーを務めるなどしていたが、2014年8月23日、2年2ヶ月ぶりの試合で、ジェイミー・ヘレーラとエルター級契約10回戦で対戦。しかし、 ジョーンズの左目の彼がひどくなったことで、ドクターが試合をストップ。7回終了時危険負けを、喫した。ありがとうございます。